チャド・マイケル・クオルズは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ロミータ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1997年の MLB ドラフト52巡目で、トロント・ブルージェイズから指名を受けたが、拒否。2000年の MLB ドラフト2巡目で、ヒューストン・アストロズから指名を受け、8月16日に入団。2004年7月22日の、 アリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。6点リードの8回から登板し1回を投げたが、死球でランナーを出した後、シェイ・ヒレンブランドに二塁打を打たれ初失点を起死した。チームは10対3で勝利した。この年は25試合に登板して、防御率3.55と、まずまずの成績を残した。ポストシーズンでは6試合に登板して、 防御率9.00と全く貢献できなかった。2005年、チーム最多の77試合に登板。チームは初のワールドシリーズに進出。クオールズはポストシーズンで9試合の登板で防御率2.08を記録し、セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは登板した4試合を無失点に抑えた。2006年、 自身初となる80試合以上、そして2年連続でチーム最多となる81試合に登板。2007年、3年連続でチーム最多となる79試合に登板。2007年12月14日にホセ・バルベルデとのトレードでクリス・バーク、フアング・ティエレスと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍。2008年はチーム最多の77試合に登板。 9月半ばにはボブ・メルビン監督がブランドン・ライオンに代わりクローザーに指名。9月15日から閉幕にかけて6試合連続セーブを記録しシーズンを終えた。それまで4年連続で77試合以上に登板していたクオールズだったが2009年は51試合の登板に終わった。これは8月30日のフルス・アストロズとの試合で ピッチャーライナーを避けようとして体をひねり、その影響で膝の皿を脱球したことによる影響もあった。しかし、当番試合数が減少したとはいえ、防御率3.6324セーブをマークした。また、52.0イニングで与えた、予死球わずか七つという安定したコントロールも発揮した。二千十年もダイヤモンドバックスでクローザーを務め、十三試合で十二 セーブを記録していたものの、前年に負傷した膝の手術を受けた影響から、明らかに球威がない状態が続き、防御率は8.29という高い数値だった。そのため、6月中旬に、クローザーの座を奪われた。2010年7月31日にトレードで、タンパベイレーズへ移籍。移籍後は27試合に登板したが、防御率は5.57という状態であった。 二チームでの通算成績は70試合の登板で3勝4敗、防御率7.32位に終わった。自身5年ぶりのポストシーズンでは2試合に登板して、防御率10.80と散々だった。オフの11月1日に FA となった。2011年1月19日にサンディエゴパドレスと150万ドルの1年契約を結んだ。この年は、 チーム最多の77試合に登板し、6勝8敗、防御率3.51だった。オフの10月31日に、パドレスが球団オプションを破棄したため、FA となった。2012年1月31日に、フィラデルフィア・フィリーズと115万ドル出来高の1年契約を結んだ。主にクローザーのジョナサン・パペルボンにつなぐセットアッパーを務め、 35試合に登板。1勝1敗、防御率4.60だった。2012年7月1日にトレードで、ニューヨークヤンキースに移籍した。ヤンキースでは8試合に登板して1勝0敗、防御率6.14だった。2012年7月31日に、ケーシー・マギーとのトレードで、ピッツバーグパイレーツに移籍。移籍後は十七試合に登板したが、 防御率6.59と結果を残せなかった。オフの10月29日に FA となった。この年は3チームで60試合に登板して2勝1敗、防御率5.33だった。2013年1月25日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、3月31日にマーリンズとメジャー契約を結んだ。この年は66試合に登板して5勝2敗。 防御率2.61だった。オフの10月31日に FA となった。2013年12月7日に、古巣のアストロズと総額600万ドルの2年契約を結んだ。2014年、序盤はやや低調だったが、次第に調子を上げた。この年は58試合に投げたが、連続60試合以上の継続は4年でストップした。1勝5敗19セーブ。 防御率3.33という成績を残したほか、与えた支球は9個だけで、自己ベストの予支球率0.9をマークした。2015年は、再び60試合以上となる60試合ちょうどに、登板したが、前年よりはやや調子を落として3勝5敗4セーブ、防御率4.38という成績だった。オフの十一月三日に、アストロズが百五十万ドルの球団オプションを、 破棄したため FA となった。2015年12月8日にコロラドロッキーズと2年600万ドルの契約を結んだ。2017年6月30日にジョン・グレイの故障者リストからの復帰に伴ってリーフとなり、7月5日に自由契約となった。ありがとうございます。